こんにちは、田中みやびです。私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやらせていただいているんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいているんですけれども、今回のトピックは、ソーシャルネットワーク、SNS の所有者が特定の えー、大統領候補者を応援することの是非についてあの語らせていただけようかなと思っております。えー、大統領選が、えー、行われまして、あのーまあ、カマラ・ハーリスさん、えー、ドナルド・トランプさんの実質的な一騎打ちとなったわけですけれども、まあ、蓋を開けてみれば、あの蓋を開ける前は、 あの、混戦が予想されてたんですね。支持率がもう横ばいになっていて、どちらかを投票するかをもう本当に横ばいになっている状態でもうどっちが勝つか分からないというような見方が主要メディアからアメリカからも日本からも出ていて。で、私も、まあ、そのメディアの報道を受けて、あ結構もしかしたら接戦になるんじゃないかなと思っていたんですよ。あの、まあ、前回の バイデン大統領対トランプ元大統領の,あの選挙のゴタゴタっていうのを私すごい印象深く感じておりますその時初めてその選挙戦とのを追ったのでアメリカ大統領のあそこでまあ郵便選挙で逆転が起きたりとか、えー、なんかこう議会に突入するとか、えー、そういうようなことが起きたりして、えー、なんかすごい時間かかったじゃないですか。 大統領に確定するまでにバイデン大統領が。なので、そこら辺ですごく、もしかしたら今回も混戦になるんじゃないかなと、すごい時間かかるんじゃないかなと思ってたんですけど、蓋を開けてみれば、皆さんの、もうご存知だと思うんですけど、トランプ候補の圧勝ということで、本当にもう一日も経たずにその総理宣言を出されて、まだあのこれを取ってる段階ではまだハリスさんが敗北宣言出せてないと思うんですけれども、 えー、まあ、もうおそらく出るんじゃないかなというような、えー、状況だと思うんですけれども、まあその、今回の大統領選挙の原因って、やっぱりそのコ,ロナが、えー、コロナがあったからこそ、多分前回、トランプ大統領負けてしまった部分はあるとは思うんですよね。あのコロナになって、あの経済が停滞したので、米国の。なんで仕方ない部分はあったと思うんです。で、今回は、民主党候補、あのバイデン大統領から、ね、カマラ・ハリスさんに変わったときに、 インフレ対策ができてなかったとそこに対するその回答が曖昧になってたりとかでハリスさんに代わってもあの基本的にバイデン大統領の時の副大統領なんであの基本的には同じ政策を受け継いでいくとでただ本人は私はバイデンじゃないと言いつつも。 えー、突っ込まれた時にメディアの方とか共和党支持者の方から突っ込まれた時にその違いを出せなかったとか自分は何がしたいのかっていうのがよく例えることがよく表現することができなかったっていう部分が敗因として挙げられていると、えー、まあメディアからの情報になるとそういう形になってるんですけれども。 まあ、ということをあの総評として捉えるんであれば納得する結果だとは思うんですけれどもね。なんでその僕は一投資家なんで投資家ってそんなにあのめちゃめちゃ投資してるとかそういうわけじゃないんですけれども最近ちょっと投資の金額を増やしてるからそういった面ではやっぱりトランプさんの方が、えー、投資家っていう立場からしたらいいのかもしれないですけれどもただその1点 あの気になることがあって、これは別にトランプさんが勝ったからとか、カマラハリスさんが負けたから言うということではないんですけれども、むしろ両者に言えることなんですよね。前回のバイデン大統領対トランプ元大統領の対決に関して、対決の頃からあったんですけれども、あの、特定のプラットフォーマー、ソーシャルネットワークを所有している企業ってあるじゃないですか。メタであるとか。 えー、X の、えー、イーロン・マスクさんであるとか、メタルで言えばッマーク・ザッカーバーグさんですね、えーまあ。あと前のツイッターの、えー、CEO の名前が出てこないんですけれども、えー、旧ツイッター時代の CEO とかも、えーまあ、あと TikTok、インスタグラムもそれぞれあの所有者がいると思うんですけれども、あのーまあ、今回で言えばイーロン・マスクさんですよね、えー、すごい目立ったのは。 あ,のまあ今年やかに言われているのが、イーロン・マスクさんが X を買収して、トランプさんを応援に走ったからこそ、世論が形成されてあのトランプ大統領、トランプさんの再選の後押しになったんじゃないかっていうようなことが言われてるんですよね。まあ、情報工作っていうんでしょうか。 X で情報を、えー、いろいろ、えーまああのえー、この前ちょっと左寄りだったのをちょっと右寄りに変えたりとか、えー、レコメンドされたりするもので、本人がすごくトランプさんを応援するってう姿打ち出したりとか、あとはあの激戦区のペンシルバニア州で、えー、大統領選の当日になるまで、えー、毎日100万ドルを誰か一人に配ったりとか、そういうな、えー、いろんなこの自分が、あのー、標榜してたじゃないですか。 あの、X のオーナーとして、S、トランプさんを応援しますって。これ僕ちょっと危険だと思うんですよ。あの、これ、イーロン・マスクさんがやってるから危険とか、それ個人が、その、個人的に嫌いだからとか、えー、いや、個人的にその、あの、マスクさんが嫌いだから、えー、こういうふうに言ってるわけじゃなくて、別に好きでも嫌いでもないんですけれども、あの、X ありがたく僕も使わせていただいてますし、ただですね、その、ソーシャルネットワークって、 多様な意見が集まる場ではあるし、これ何度か言ってるんですけども、この僕のチャンネルの中で、完全にその X に至ってはもう社会的なインフラとして機能する部分があるじゃないですか。あの、災害情報であったりとか、えー、あの、まあ、有益な情報発信であるとか、特定のコメント、あの、えー、自分が好き、えー、この情報得たいと思った時にすぐ得られる、えー、情報が、すぐ得られる、えー 有益なな投稿がされたりとかする場なんで、N、X ってそのいろんなコミュニティの人がマイノリティであったりマジョリティであったりビジネス系でもそうだったり投資僕だったら投資であったりとか、まあ、僕もあのやっぱりあの映画とか小説とかも好きなんでそっちの文芸分野とかの本当にマニアックな情報とかも得られる場所だったりするんでそういったふうにこのもう完全にインフラとして機能している部分があると思うんですよね。 X っていうのはニュースも配信するし、交通情報も配信するし、そこの、で、ま本当に多様な意見があるべきだと思うんですよ。あの、X とか、えあの、まあ旧ツイッターもそうなんですけれども、あの、インスタグラムもそうなんですけれども、 えーえー、なんか、そこで個人のユーザーが、私は誰を応援します。トランプさん応援します。ハリスさん応援します。バイデンさん応援しますとか、日本で言ったら、その、内閣を支持します。支持しませんとか、いろいろあっていいと思うんですけれども、そこの所有者、所有者が、一企業が、それを標榜してはいけないなって思うんですね。これちょっと、何ら言ってるか分かんないかもしれないですけれども、その、 ユーザーじゃなくて所有者がそれを言っちゃうと、あの、それに、大衆が先導されないかなっていうふうに思うんですよ。なんか、あの、そこは中立であるべきなんじゃないかなって思うんですよね。オーナーに関しては。個人は別に、あの、オーナーのその心の中で、マスクさんの心の中では、どう思っててもいいんですよ。トランプさんを支持しててもいいし、ハリスさんを支持しててもいいし。ただ、ご本人は、あの、所有者なんだから、 その多様な意見があるべきであるソーシャルネットワーク上の所有者として、果たして私は彼トランプさんを応援しますであるとか、逆にハリスさんを応援しますであるとか、言っていいのかなって僕自身、そこにはあの、すごい会議的な目を向けてざるを得ないんですよね。それによってあの、人が影響されてしまうところってあるし、なんか自分がそういうことによって、その、例えば、 トランプさんを今回だとトランプさんを応援するような首相をレコメンドしようみたいなことにもなりかねないんで、なんか世論をそこで形成されちゃうと、本当に正しい目が、で、人々が判断することができなくなるんじゃないかと。何が正しいって問題はあるかもしれないんですけれども、人々が自分の意思で物事を判断できなく、間接的にされていってしまうっていうような、 えー、ことになっちゃうんじゃないかなって僕自身思っていて、これはあの、以前の大統領選もそうだと思うし、むしろそこに原因があったんじゃないかなと思うんですよね、今回のマスクさんの動きって。以前は逆にその、ええー、まあ、4年前は、えー、ツイッターの時代は、逆にその、えー、ツイッター自体が、あの、バイデンさんを応援してたんで、 あのトランプさんの主張をバンしたりであるトランプさんのツイートをバーンしたりであるとかなんかこう最終的にトランプさんを追い出してしまったじゃないですか、えー、プラットフォームから、えー、あれも僕良くなかったと思うんですよねあのなんか自分たちは中立を装いながらもあのトランプさんとかトランプさんを支持,してる候補支持してる人たちの投稿に検閲させる検閲するっていうのは 僕、これはよろしくないんじゃないかなと思っていて、ずっと見てたんですけれども、結果としてのバイデンさんが当選されたじゃないですか。4年間何ができたのってなってくると、そんな、ちょっと、え、あまりちょっと、まあ仕方ない部分もあったと思うんですけれどもね、コロナ禍のごたごたに巻き込まれて、え、それで、まあ結構ああいう形になってしまったって部分はあるので、 で、まあ、マーク・ザッカーバーグさん、メタの方も結構そのトランプさんを前回締め出したじゃないですか。あの、Facebook 使わせないみたいな投稿バンさせるとか、表示させないとか。多分、Instagram も同様のことやってたと思うんですけれども、そういった検閲って、なんかこう、自分がこの人を支持しないから、嫌いだからっていうようなことを検閲していくっていうのは、そのプラットフォームを持っているプラットフォーマーが、 やっってていいいいのかかどううう部分は私は私すごい疑問に思うところだと思いますだからこそ今回のようなマスキさんの動きが出てきてツイッター、Twitter、を買収して X にしてトランプさんは逆に今度は応援して当選させるみたいな本当はそういう動きってあっちゃいけないんじゃないかなって、えー、僕自身は思うから。 あの、多様な意見が集まれば、特に社会的機インフラとして既に機能しているような X であったり、Instagram であったり、Facebook であったり、そういう大手のメディアに関しては、大手の SNS に関しては、その、プラットフォーマーは、中立を保っていてほしいです。あの、あくまでその、多様な意見が、先何度も持ってますけど、多様な意見が集まったりとか、あの、いろんな情報とかが流れてくればなんで、そこを利用している人々も、いろんな意見を持って、 いろんな意見を持っている人たちの集合体であるはずだから、SNS って、えー。そのプラットフォーマーが特定の思想を出してしまうと、えー、こちらとしては非常に使いづらくなってしまうし、こんなこと言っていいのかなっていうふうな、投稿するときに思ってしまうじゃないですか。今回だったらトランプさんが当選したにそに、そのトランプさん,のなんか絶望するぞく批判するような投稿っていうのがしづらくなってしまう人もいるんじゃないかなと思うんですよね。あ、これ書いたらちょっと、えー、なんかコミュニティー,ポーノートつけられたりとか。 えー、自分自身がバンされてしまうんじゃないかとか、そういうふうなことになってしまうから、なんか,おなんか自分の意見、本当の意見を言えなくなってしまう、SNS なのに自分の本来の素を出せなくなってしまうっていうようなことになりかねなくて、なんというかその、やっぱり今、巨大プラットフォームあって、やっぱりすごい、えー、富裕層の人が多いですよね、働いている人たちも、あの中で利用してフォロワーをたくさん獲得している人たちも、所有者は言わずもがな。 なので、なんかそういったその、やっぱり、そういう、あの、政治家じゃなくて今度企業主体で、この政治がコントロールされていくっていうのは、いくつかの企業主体で。それっていうのは、なんかこう、本来の政治の姿から、もしかしたら日本もすでにそうなってるのかもしれないんですけども、離れていくんじゃないかなって、僕自身は思っているところがあって、そこら辺はかなり危惧してますよね。なので、本当にソーシャルネットワークの、あのー、 機能っていうものは、そもそも、ソーシャルネットワーク自体、そのある程度成長させたら、その一企業から分離させるべきだと、私自身は思っているので、その、何というか、これができるかどうかは置いておいて、やっぱりその、国際機関が管理するであるとか、いくつかの SNS を、主要 SN SNS を、えー、まあ、あのー、まあ、えー まあある程度製造させたら売却するっていうような。まあ個人、やっぱりそんなみ,やみんな利益を意識して生きてるし、みんながみんなお金持ちになりたいので、一度手にした富を手放すっていうことは絶対できないとは思うんですけれども、なんで現実的に僕の言ってることはすごい難しいとは思うんですが、それにしてもその、オーナーは中立を保っていただかないと。え、利用者としても、え、世界的にも、まあ、 え、困ることが、え、いろいろともう、なんか、正しいものを見れなくなってしまうっていうような時代が来てしまうんじゃないかなと、え、私はえ危惧しているところだと思います。これに関して皆さんいろんな意見あると思うんで、ぜひともお教えいただきたいと思っております。ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良いと思われた方は、高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。